忘れてたじゃん、曲目。あ、そうだ、対策。ストリングスの入ってる対策。ユーミンの、真夏の夜の夢。いいですね。あれが結構ね、早い段階で、なんかアレンジができてた。あれはあれだよね。私が選曲してた中にあったかな、あったと思う。そう、ユーミンのやつが何曲か多分その、ピックアップしてる中に、そうそう、何曲かあって、でもうアミちゃんが、一番最初にインスピレーションで、これはすぐ思い浮かぶみたいな感じだよね。そうそう、すごいですよ。もしかしたら今もう流れてるかもしれない。どうなんでしょうね。バンドの皆さんの演奏がすっごいかっこいい、厚みがあるね、すごい、すごくあとね、あれ、宇多田ヒカルさんの真夏のトーリアメだ、これはね、私がやりたいって言ってて、私、どんな曲でしたっけって聴かせてもらって、あー聴いたことねみたいな、あれも割と早く、できそうかもって言って、アミシアキーズすごい親父ギャグだね。アミシアキーズ楽しみ何言ってるか全然わかんないと思いますけど、アミシアキース楽しみ。いやでした、あれ本当にあれもまたすごい感じ、サウンドが感動でしかない。感動すごい本当に、グッとくるアレンジ、美しくグッとくるアレンジになってると思います。ザ・ブームさんの風になりたいというね、これも名曲、もうね、いやもう私実はあのリハで、宮本舞子さんというスティールパンのね方に今回入っていただいたのもアミちゃんの人選なんですけど、私はね初めてお会いしたんですね。あ、でも実は後で気がついて、そのリハで初めて一緒に音出した瞬間に、あ、私この人と会ってるって思い出したんでね、去年のね6月に某所で行われたちょっとジャズフェスみたいなのがあって、対バンだったんですよ。ただそのバンドの方たちと私はあんまり触れ合わなかったので、であんまり知らない人たちばっかりだったの、なのであんまりお話もしないで、ただ客席からねそのバンドを見てたので、スティールパンの人がすごいいいなって思ってたんです。でも名前覚えてなくって、で、初めて舞子さんと、リハでね会って、で初めましてって言ってて、じゃあ一緒にやりましょうって言って、一緒に音出して、もしかしてあの時滑走台にいませんでしたって言ったら、滑走台行きましたって言って、やっぱりってなって、そうだから私いいなって思ってた人だったのよ、アミちゃんが連れてきてくれた人は、ね、だからなんかご縁があったんですね。でその舞子さんのスティール版がめちゃめちゃ良くて、また私実はリハで2回ぐらい泣いてるんですよ。もう舞子ちゃんが舞子ちゃん入ってくるとすぐ泣いちゃうの、なんか感動して、なんか良すぎてね。そういやー
そうでまた風にやりたいってすごいいい曲で、もう歌詞がもう泣ける泣ける、アミちゃんのさ、こう苦労話みたいな、あ、苦労話、ふざけんなやさないみたいな。いやいや、そんなことないよ。ないよ。やってたのに注文つけない。そんなことない。なんかね、あの自分があの作ってきたアレンジをその結構あのさなえさんとリハーサルで、あのやってて、ね、作り上げてて、でその時にあのこういうのはどうかなって結構さなえさんもあの。ね、なんか提案というか、そういうのがあって、ね、なんかすごくどんどんこう変わっていくのがすごく私は本当に楽しくて、よかった、そうですね、苦労したといえばあの本当に初めて の, そのストリングスのアレンジが、もうなんか大丈夫かな大丈夫かなっていう、そのそこかな、いやでも最終的にはものすごいね、素晴らしいストリングスアレンジになってて、で、ね、クラッシャーさんとお礼さんもすごいなんかアドバイスを、ねしてくださって、そうですね、あみちゃんも時間がないのか何度もこう やり直しというか、なんかよりいい形になるように譜面も何度も書き直してくれて、最後の最後までね、なんかそうですね、やってくれて、すごくいい、本当にね、あとあのクラッシャーさんのさ、あのソロ、そうすごい素晴らしい、あの世界で一番暑い夏のソロとか、すごい素敵な、ね、NHK の歌コンでもね、毎週演奏されてる有名な方ですけれども、まさか自分の作品でご一緒していただけるなんてっていう、本当にお名前は前から金まで伺ってたんですけども、できてね、オリエさんとも、このオリエさんがクラッシャーさんを紹介してくださったんだけど、オリエさんは私もあの近しいミュージシャン、よくオリエさんとね一緒にやってるから私もずっとこう存じ上げてたんだけど、共演の機会がなかったところ、アミちゃんがね、サナさんとオリエさん一緒にやったら合うと思うって言って、あの繋げてくれて、今回初めましてでやったんだけど、本当にあの二人とも温かい音色でね、すごくアイディアというか、こういう風にした方がいいんじゃないみたいなこととかもすごく言って、ね、提案してくださって、ね、一緒に作ってもらったっていう感じがね、あ、なんか思えばあっという間だったけど、そうですね、でもすっごい濃い、濃かったね、だからさっきちらっと言ったけどさ、9月の半ばぐらいに、じゃあやりますって言ってくれて、で選曲して、でそこからまあ10月ぐらいからリハを、そうですね、やってって、そう1曲ずつとか2曲とかね、いつも宿題みたいな感じでそこまでに仕上げていくちゃんとそれで本当に全部間に合うようにというか、しかもね、私がこう無責任にこう勝手なことを言って全部組んでそっちも立て直ししつつ、新しいやつもね譜面書き直してきてくれて、またあみちゃんの譜面がね手書きでね、すごい味があるんですよすいません、消しゴムで消したとかがあって、すごいこう頑張りがね、ログに消したってね、そう私たちあんなログにみんなにも迷惑を言って、本当に何度も書き直してもらって、のおかげででもすごくなんか、なんていう、いい、凝ってるけどやらしくないみたいな、ね、すごいいいバランスも、いやあ、そうだよ、あとさ、目玉商品としてはアミボイスが入ってます。あ、そうでした入れていただいております。アミボイスが聞けますので2つ入ってるよね。2つ入ってますね、はい、ね、なのでその辺もお楽しみにしていただいてですね、1つの曲では、L
R で、うんうん、私の声とアミちゃんの声が、そう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 、どっちがアミでどっちがサライでしょうみたいな、分かる人には分かってほしい。でも自分で聞いてもよく分かんないんだけど、あ、本当に、あ、分かる、分かります、分かります、分かります、うんうんうん、私の耳が悪いのかな。でもね、なんかね、あの声質少し似てるような、すいません、私なんか、あのリハの音源とか、うんうんうん、聞いてた時とかに、うんうんうん、どっちが喋ってるんだっけ、うんうん、これ落ちたのかなって思った時とか何回かあってそう、たまにあります。そう、ちょっと声似てるなって思うことがあるんですけど、うん、ね、ありがたいことです。素敵な人と似てるところがあって、